河野太郎ワクチン大臣がなんと感染してしまいました。河野太郎元大臣はワクチンを打てば、3回打てば感染しないよっていうふうに言ってきたんですけども、3回打った河野大臣自らがこのように感染してしまったということはね、一体どういうふうに考えればいいんでしょうか。まああとはね、YouTube 上のいろんな表現の不自由がありますんで、皆さんにも 想像の中に私のね思いを直接注入させてもらいますんでまあいわゆるご想像にお任せしますって形になりますけども河野太郎大臣これからどんな運命をたどっていくんでしょうか静かに見守ってみましょう。